タンク艦列車動画、第49回。ここは、京王八王子駅。通称、K8。京王資本の商業施設や、グループ会社の路線バスや、高速バスが発着する、八王子の京王側のターミナル駅です。今回は、地下駅である京王八王子から出発する、土休日に1日に2本設定されている、隣の北野までのタンク艦列車を、紹介します。6時49分頃、新宿から準特急でやってきた8000系重量編成。まもなく2番線に折り返し、各駅停車、比較的が重量編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。別、行き先表示の、隣に白い明かりがついていますが、これは急行灯などと呼ばれるもので、優等列車として運転している時に、使用されます。折り返しは、各駅停車北の行き。そのためそれを透過せずに運転します。この8000系は、車内がリニューアルされており、特に中間2両の先頭車が、中間車に改造されたもので、このようにその跡がくっきり残っています。最近では徐々に足回りが更新されつつあり、この特徴的な GTO 素子の VVVF インバータの音も聞き納めになりそうです。この地下ホームは平成元年にそれまでの地上駅から地下にくぐり、このような構造になりました。ここから先、北西方向へ延伸を希望する声があるようですが、その具体化はほとんどなく、一応今後もここが京王線の終点となりそうです。では、タンク艦データと全面展望です。ここ八王子は、ファンキーモンキーベイビーズの出身地であることにちなんで、この駅の接近放送では、その楽曲の一部がオルゴールアレンジされたものが流れています。ホームを出て間もなく進むと、地上の明かり、さらに進むと八王子または高尾から新宿までの、区間で競合するライバル、JR 中央線を、くぐります。この2社は常に比較され、運賃の安い京王、速さの JR と言われており、それぞれの特別料金を必要としない最上位種別の所要時間と運賃はご覧の通りです。運賃で勝るとも、スピードでは劣る京王。しかし、ライバルはたびたび人身事故で、運休になることがあるなど、それでも消極的に京王を選ぶという人もいるようです。また、何年か前の大雪の際、首都圏の鉄道は軒並みに運休などが出ていた時、京王だけは列車を増発して、輸送の対応をしたりと、庶民に優しい施設というイメージが強いというのもあります。高尾線高尾山口方面は1番線に乗り換えです。各駅停車高尾山口行きは5分の発車です。この電車は北の方の回送列車になります。まもなく北の到着は上り4番線高尾線からの準特急に接続をします。そして
この列車の後の運用も、一興であるため、追いかけてみました。ぜひご覧ください。特急がこの北の駅に、停車しなかった頃は、高尾線からやってきた急行や、各駅停車に接続する意味で、当たり前のようにこのタンク間列車が、運転されていました。その時は、このように本線上で折り返しをするというものでしたが、来たのに全列車が停車するようになり、それもほとんどなくなり、この一日わずかしかない列車がこうして、折り返すのみとなりました。ご乗車にはなりません。回送列車です。まもなく能町にあります。車内灯を明滅させて、校舎を換気しています。京王新宿駅の校舎ホーム側の、ドア開閉に通じるものがありますね。すぐさま3番線に7000系重量編成の、準特急がやってきました。それが出発すると先ほど、乗ってきた列車も回送の、表示のまま出発しますが、隣の長沼駅との間の、本線上で停車してしまいます。そして、下り2番線に京王八王子行きが、4番線に新宿行きがそれぞれやってきます。本線上に折り返し列車がいるため、4番線の列車は発車できません。2番線に京王八王子行きが入ると、すぐさま折り返し列車は1番線に入り、北野始発の高尾山口一角駅停車になります。線路が空いているわずかな隙に、折り返すという、かつて路面電車だった頃の、名残やノウハウを感じさせます。折り返し列車が1番線に入ると、3番線及び4番線の、列車の進路が開通します。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回はおかげさまでシリーズ第50回を、迎えます。予告通り。北海道内のとある路線の、タンク間列車をお届けします。では、また。